おはようございます、本日はですね、平日の休みなんですが今から、嫁と一緒にカフェに行きたいなと思うんですけども、嫁とかちょっと体調悪いので、ほんまに今日はカフェだけ来て帰るかもしれませんが、とりあえずカフェは行きたいらしいのでカフェに行きます。おう、場所は奈良県まで帰ってきました。今日の行くカフェはどちらですか？七つ森。七つ森に行くのかな。そんな躊躇で喋ってないし。体調悪いよな。でも食欲もあるから。そっか、ご飯食べたらまた元気になるかもしれんな。でもご飯食べたらもう逃げるわ。さっきちょっと実家寄ってな、布団とかを切り替えて、ちょっとだいぶ前やけど岡山行った時に、もしかしたら車中泊するかもしれんなって言って布団なずっと入れっぱなしにしとったから、それだけ実家に置きに帰って、ついでに奈良県のカフェ行こうかって言ってます。場所は奈良県上牧町の七つ森っていうところのカフェに行きます。嫁蔵と一番最初に行った奈良のカフェやと思う。え、さっき七つ森一緒に行ってん。へぇ。おう、これが上牧町にある七つ森っていうところです。ここでは多分パン売ってるんですかね。でこっち中がカフェで上が写真館なんですけど、カフェ行ってみます。はい、それではご飯食べてきました。おしゃれな感じで女子がいっぱいいてました。ちょっと車で走ってですね、あれから、パン屋に来ました。パン屋がこちらです。じゃん。ここは嫁蔵が大好きっていうか、嫁蔵はパンが好きなんで、最後パンに寄って帰りたいってことやったんでパンに寄ります。嫁蔵さん、何買いましたか？メロンパンとプチソーセージパンと明日の食パン、でしかも焼きたてだからいい匂い。昼ご飯後でもかじれそうってこと？全然今からちょっとかじっちゃおうかな。コーヒー待ってくださいな、高校さんに気ぃつけよ。喜んでよ。それではですね、さっき皆さんに見てもらってた映像が多分車の中の映像が最後やな。あ、自分のやつ撮ってないの？撮ってない。で、あれから帰ってきてしばらく休憩して、僕はジム行って、嫁沢はご飯作ってくれたんで、こんなご飯を作ってました。じゃん。はい、即席秘密です。これは炊き込みご飯。俺の好きなやつやな。うん、俺もきんぴら。ごぼう。俺好きやな。うん、これは。これはね、胸肉油淋鶏。まあ油淋鶏これは。これは肉じゃが。得意料理やもんな。そうな。はい、ということでですね、本来ならちょっと今日はデートブログにして、海に行く、海水浴行こうかっていう話をちらっとしてたんですけど、ちょっと海の体調悪かったんで、いつでもあとは行けるんで、また8月になったら海水浴行ってみたっていう動画出ると思うので、楽しみにしていてください。では、僕はこれを食べて終わりにしたいなと思うので、最後は嫁蔵さんに締めてもらいたいなと思います。はい、では終わりましょう。はい、終わりましょう。ありがとうございました。バイバイ。